とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使っていきたいと思います。全部タワーで出たやつなんですけども、グリーンメナス、そしてフロストアーマー、ダイヤモンドのツルハシですね。で、釣り竿連打してみたいと思います。まあ、一応、知ってるけども、実戦ではそこまで使うこともなかったんだけども、ちょっと使っていきたいと思いますね。衝撃波、輝き、クリティカル。で、防具が、クールダウンとポーションバリアですね。ダメージ減少もついてるので、耐久力はかなりあります。そして、グリーンメナス、ロールチャージ、クールダウンショット、そして重力をつけてます。どんな感じだろうね。ここ、行ってみるね。変更点で、スポナーが出るので、敵がめちゃくちゃ多いです。どんな感じになるかな？行くぞ！それでは行ってみましょうか。そうか。ツルハシは、キノコを使わないと、ビームが出ません。ビームっていうか、当たり判定がないんだよね。どんな感じでいけるかな？なるほど。これきつい。おいおいおい。ひどくねえか？いきなり。いやでもまあこのビームは大丈夫だ。無敵があるっていうか近寄らせないから大丈夫。うん、ノックバックして敵が近寄らないから全然いけるわ。いやでも敵すっげえ強いんね、本当に。どこにいる？あ、いた。やばい。もうちょっと待って待って、ひでえな。こいつノックバックしない。でも大丈夫、倒した。40% 減少。嘘、ひでえ。 40% 減、ひどいって。いけるかな。もうここはね、魂4倍だから、できるならば流れ込む魂がいいんだよね。そうするとほぼほぼ死なない体になるんだけど、ちょっとないか。しゃあ、あ、これちょっと厳しい。ちょっと待て、こいつら舐めやがって。よし、オッケー、いくぞ。おー、危ねー。ポーションバリアもついてるからね、大丈夫。じゃあ近寄らせることがないから、まあ大丈夫やね。まあキャプテンは近寄ってくるけど、それ以外は大丈夫。うー、きつい。本当にきつい。じゃあ寄るな。ちょっと待って、輝きついてるけど、この衝撃波のダメージじゃ輝きが発動しないんだよね。そこもちょっと厳しいポイントだけども、もう嫌な敵多いな。しゃあ、ちょっときつい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 。ちょっと待って、ここもうジオマンサーがさ多すぎて嫌だね。こういう場所ジオマンサー多め嫌だな。ここむちゃくちゃ多いところいけるか。あー、ミスった。危ねえ。いける。あー、でも途中で発動が終わった。なんかたまにね、発動が終了することがあるんだよね。それになるとちょっと厳しい。おお、きつい。きつい。あ、なるほど、霊気とかだ。きついって、これとんでもねえな。しゃ、おお、囲まれてる。重力欲しい、これもしかして。重力あればいけるか。いや無理か。結構厳しい。やっぱこのスポナーが出るクエストって難しいね。敵が無限に湧いてくるから。ああ、
全然減らないもん。じゃあやり直しでーす。分かったことがあって、まあそれがこれだよね。輝きは必要ない。そしてグリーンメダス意味なかった。うん、ダメだね。基本的に遠距離で、ビームで倒してしまうんで輝きは発動しない。なので流れ込む魂、これが必要になってくるね。なかなか装備の難易度が高いよね。難しいこれ。使えれば強いのか。あー、これは厳しいぞ。あ、でもあれか、このジオマンサーの、おお、この壁が出てきても叩けるんだ、衝撃波だったら。あ、これはいいね。これはなかなかいいかもしんないけども、でもやっぱ使いにくいな。難しい、使いにくいっていうか、この使う難易度がもう劇的に高いわ。じゃあ、まあでもアーティファクトとかをちゃんとね選んでいけば、まあなんとか使っていけるか。いや、むずいなぁ。本当にむずい。3回目でようやく来れた。変更点で敵の HP とか攻撃力が増えると、まず無理ゲー。まず無理。ようクリアできたな前は。いや、まあまあ、バブルバースターであればいけんのよ。それ以外がきつすぎる。おい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 、減らねえな。全然減らんな。よっしゃ、キャプテン行こう。脅威だったら嬉しいけどな。しゃあ、待て待て待て、ミスった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 、危ねえ。ちょっと待て。しゃあ、オッケー。まあ、危ねえ危ねえ、いけ。ちょっと待って、旗取りたい。旗を取らせて、消えるから。変なの来んな。ん、あ、うわ、エコーか、嫌いなんだエコー。オッケー、この教習イベントでおしまいですね。なんかいい場所ないか、この辺かな。いけ、当たらない。あー、上の段差だからか、最悪やな。できればいい感じの場所で戦っていきたいんだけども、この辺か。もう四方八方から敵が来るとどうしてもやられちゃうので、できれば、物を背にね、戦っていきたいんだよね。しゃあ、あーね、キノコ忘れちゃダメ。オッケー。もうちょい。こいつで終わりじゃない？まだか？まだ。いけ。エコーのやつは近づかないでくれ。あ、ミスった！ミスった、何してんの？うわ、ミスった。でも大丈夫、終わりじゃない。よーし、クリアですね。ようやくいけた。まあまあ、もうちょっとね、地獄のところあるんで、そこを経験してるならば全然余裕でしたね。でも、ここはね、流れ込む魂が必須だったかな。流れ込む魂ないと回復が追いつかずにやられてしまいそうです。ダイヤモンドのツルハシの釣り竿編成、これはね、難しい難しい。キノコも一枠取られちゃうので、アーティファクトがもうほぼ決まりなんだよね。やっぱりフロストサイスの方が使いやすいかな。この連打力でしょ。フロストサイスはどれぐらいだ？フロストサイス、あったあった。あー、
いや連打力が全然違うわ。あまあ火力としては鶴橋なんだろうけども、安定感取るならやっぱりフロストサイズかな。流れ込む魂もついてるし、まあちょっとまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。